はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらの、ウェアハウスさんのですね、2001WX ですね。まあ、いわゆるリーバイスの、ファーストのモデルですね。ファーストの1927年のモデルですね。はい、がありまして、こちらはですね、今年2020年の、夏ぐらいにですね、出まして、購入してですね、これはまああのワンウォッシュで買ったので、あのゴリゴリの、そんなにこう何ですかね、バキバキにこう乾燥機かけて、あの乗り付けて、あのバキバキにっていう感じじゃなくて、本当ナチュラルにナチュラルに来て、行ったいいものですね。はい、で一応100日間来ました。はい、100日間来て100日間の記録を全部取ってみました。はい、初めて、そこまで細かくやったのは初めてで、まあ日にこう100日日ごとでこうやったら結構こう違いが分かるのかなと、どっかから急になるのか、もうゆっくり経年していくのか、どうなんだろうっていうのがもう自分としても結構気になっていたので、ちょっとねそれをやってみたくてですね、今回100日記録取りました。なのでこの後にですね、そちらの方写真でお流しますので、見てみてください。はい、ただですね、一応その極力同じ状態で撮りたかったんですが、なかなか最初の頃とか定まってなくてですね、一応その場所とか照明とかある程度まで行くと、途中からこうあもう決め打ちでこうやってたんですけど、最初はねちょっとねこうハンガーで釣ったりとかね、ちょっとね違うライティングだったりするんで、ちょっとねあんま参考にならない部分もちょっとあるとは思うんですが、まあまあそれもまあ込み込みでね、ちょっとまあこう優しい目で見ていただければなと思います。はい、見てみてください。で、一応ね、これが今、101日目ですね。はい、なので、101日目の、デニムの感じですね。はい、ちょっと見てみてください。はい、ちなみにこれも最後の方はもう結構寝る時に着てました。はい、もう他にも着たい服とか着る服もいっぱいあるので、最後の方はね、結構夜着たまま寝てましたね。なので結構時間で言うと結構ね来てます。はい、やっぱりねそのゆるっと来たので当たりは入ってるんですが、まあ、結構ほんと柔らかい感じ、優しい感じのあれですね。あと初めてノンウォッシュではなくワンウォッシュを買ったのが今回初だったので、ちょっと腕の感じはこんな感じですね。はい、初めてだったので結構ね、やっぱりね、俺はノンウォッシュからやる方が好きですね。はい、ワンウォッシュだと着やすさはありますけど、もうすでに縮んでるし、そのやってくれてる分なんですけど、やっぱり、ね、生地がね柔らかくてね、ちょっと俺はねこう
なんですかね、噛んでるわけじゃないですけど歯ごたえがないというか、なんかね、もっともっとやっぱバキバキのね硬いところから、その緩く作るにしてもやっぱデッドに近い結構ゴワッとした状態からデニムはねこう着ていきたいなっていう感じですね。でどんどん着ていく過程でこう柔らかく、デニムが柔らかくなっていく分にはいいっていうかあれなんですけど、はい。ただこの服ね結構今デニム結構柔らかい感じで、すごくね着やすさで言えばめちゃくちゃ着やすかったですね、はい。形もとてもね着やすい G シャンって言っても結構着丈もこれ長かったので、なんかそんなにこう気にせずに着てましたし、これ裾ですね、はい、結構当たり出てますね、うん、ですね。で一応まだ洗ってないです、はい、洗ってないです。でこれもこの後にまだまだこの未洗いの状態で着ようか、もう洗っちゃってもう本当にそれこそどん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 こう緩く作っていくか、どうしようかなっていうのをちょっとね今悩んでるところなんですよね。このあたりはもうちょっと入ってますね。そうなんですよね、ちょっと着てみますね。はい、こんな感じですね。なんか本当どっちでもいい、正直どっちでもいいなと思っていて、このままもう洗ってでもうその後普通にまた1ヶ月ぐらい着て洗って着て洗ってみたいな感じで、どんどんこう色自体をどん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 こう落としていくっていうのも楽しいだろうし、もうちょっともうちょっとこう言うてここに当たりが、こことか、まあ、他にも全体的なあたりをねもうちょっとこうくっきり出してから洗ってもいいような気もするし、すごくね悩んでるところではありますね、はい。そうですね、こんな感じですね。まあ、あたりが一番出てるのはこのあたりですかね。やっぱりこう すれやすい袖のあたりがやっぱり一番色落ちをがしてるかなっていう感じですかね、はい。ですね、G ジャンいいですね。一応、何かの節目節、そんな多くなかったんですけど8日目と、間何日だったかな、20何日30何日あと60何日なんかこう何十日かおきに3回くらい、一応こんな感じです、今こんな感じですっていうのを撮ったやつがあるので、それもちょっと一緒に見てみてください。はい、1927モデルですね、はい、ウェアハウスの1927モデル、今日でですね8日目ですね、はい、着用8日目で、こんな感じです。感じ的にはですね そんなにまだ大きな変化はないかなっていう感じですね。特にこう色が落ちてきてるような感じもまだないですし、シワがねそこまでこう当たりがバッキバキに入ってきてるっていう感じでもないですね。本当にこうまだ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 リジットに近い状態かなっていう感じですね。後ろはこんな感じで、はい、こんな感じです。はい、8日目でした。はい、はい、ですねこちらの、ウェアハウスさんのですね、G ジャンなんですけれども、今日で、25日目ですかね、はい、着用25日目です。一応動画を撮っております。はい、こんな感じですね。まあどうですかね、どうですかね、まあ当たりが前よりはついてきてるのかなと。まあ本当今回はねわざとらしくこう洗濯の時に何かこうバキバキにしたとかそういうことも全くなく、まだ未洗濯の状態なので一度もまだ洗濯はしてない状態ですね。ウェアハウスさんが1回ワンウォッシュしてるモデルなのでワンウォッシュはもちろん入ってますけれども、その後自分では洗濯してないっていう感じですね。はい、こんな感じです。はい、はい、
今日でですね、こちら着用を始めて、65日目ですね。はい、65日目です。袖とかもまあそうですね、ちょっと当たりはもう、まあ、出てきてるかなっていう感じですが、色落ち自体はまだ見洗いなのでね、一回もしてないですね。はい、これは本当購入してから一回も水通ししてない、洗濯全く水に濡らしてない状態ですね。はい、とはいえ、あの買った時はすでにそのウェアハウスさんのワンウォッシュのものなので見洗いではないんですが、ただまあ購入した後に一度も洗ってないですね。はい、一応こんな感じですね。ちょっと着用もしておきますね。着用するとこんな感じですね。柔らかくなって当たりもまあ出てきてるんで結構楽しいですね。ここからどう落ちていくか。はい、はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、一応過去のやつですね。はい、あの毎回特に前の見直して撮ってないんで、毎回そのこれウェアハウスさんとそのワンウォッシュしてますっていうくだりがどうしても入ってるんですけど、まあそこはまあ勘弁してください。はい、というわけでですね、今日はですね、こちらの100日、来たその経年変化のですね、あれを100日間の写真をね見てもらいました。まあ分かるようで分かんないようでっていう感じかもしれないですが、まあ何か参考になればなと思います。はい、まあこれは洗う店は洗わないんですよ。まあこれからもずっと来てどんどんね色落ちしていきますので、また経過をご報告できればなと思っております。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。